ようやくね、ここに通じる唯一の道の除雪が終わって畑に入ることができました。八甲田山の標高750メートルにある沖上平の畑で、今映しているのは、後ろの畑は俺の3つある畑のうちの1つ。でここにはね、まあ映ってるところにはニンニク割ってるんだけど、で、よいしょ、向こうにはね、向こうにはアスパラが植わってます。まだまだ全然ないんだけど、で今日まずね、あの畑を起こすとか起こさない以前に、まず米ぬかまぎます。後ろのこのニンニクにね、ニンニクどうしても肥料いっぱい欲しがるから、米ぬかの窒素を少し足してあげるっていうのをやります。あまり本音ではやりたくないんだけれども、結局飲食店で大きさが欲しい、どうしてもいくらか大きくしてくれって言うんで、仕方なくね、米ぬかを巻こうと思います。前の動画でもらってきたあの自然農法の米ぬかね、それをこれから巻くんで、その様子をねちょっと見てもらえればなと思います。で散布する前にニンニクの様子をねちょっと見せたいなと思って、今まだ雪解けした、去年の秋だね、秋8月ぐらいかな、ここ雪降るの早いから8月に植えて、一冬越して雪の下で成長して こんな感じ今ね、こういう感じで、草いっぱい生えて埋もれてたんだけども、その草が枯れてやっと出てきたって感じで、で畝と畝の間の通路、ここね、通路、ここがニンニクで、ここもニンニク、この間の通路ね、この広い面積で通路に草敷くっていうのはまず難しいんで、緑肥をまきました。緑肥、緑肥っていうのはだいたい牧草とかね、そういうもんなんだけれども、元はこれこれこれ、ここに巻いたの、これなんだっけ、ヘアリーベッジっていうマメ科の植物を巻いたの。ここにもある、これね、これマメ科の植物で、これを巻きました、この通路の間に。でもさもさっと草をはやらかして枯れたのがこのパリパリしてるやつね、これが草の慣れの果て、これでも被覆になってるん で今年まだ出てくるんで、今度は出てきたらこれを刈払機で買ってここに置いておくと、これで敷草の効果が出るん でこの上に今米ぬかを巻くんだけどもね、草だらけだよね、もう 草の中にニンニク育てます、もう今年はもう仕方ないから、手で取ってらんね、こんなの。まあ、こういう感じでね、そっちなんかは、イネ科の植物がね、雑草がいっぱい生えてるんだけども、まあ、こういう感じでやってます。で今これからね、米ぬか巻いていきます。この去年枯れたパリパリのこれを分解しやすいように、微生物を活性化させるために、米ぬかを巻いていきます。米ぬか巻き終わりました、ね、この白くなってるやつ米ぬかね、これが雨でマルチの上から流れるし浸透していくし、で微生物は寄ってくる、本当に寄ってくるんだよ、ちっちゃい虫とかがね、でそいつらの働きによって枯れた草とかが耕され土の中に潜って土を耕してくれるん で通気性も良くなって根張りも良くなってっていう効果を狙ってね、米ぬか巻きました。これをあと1回ぐらいやるかな、このニンニク、このニンニクはバッチリと育てないとさ、あれ取引先で本当にこの味に惚れてしまってさ、なんだろう、あのニンニク臭くないってさ、ニンニクがで甘くてさ、女性でも勧められる声だったらって、売ってる他のニンニクだったらとてもとても臭くて臭くて後味も残るから、あれ女性には勧められないけれども、俺のこのニンニクだけは
なんだろうね、本当に臭くなくてさっぱりしてて美味しいから、あれいろんな人に食べさせたいから、どうにかたくさん作ってある程度の大きさにしてくださいってお願いされたから、それだったら断るのはね男じゃねえなと。まあそんなことじゃなくて、まあただ単にね、まあ、チャンスだから頑張ってやってるっていうことなんだけど、まあこれがどう育つかね。今こんな感じだけどもさ、去年は結構よく取れたんだよ、完全な無肥料で。だけどちょっとちっちゃかったから、この米ぬかの力を借りて土を活性化させていいものを取ろうっていうこと。だからこういう風にさっきね動画で見せたけども、適当に巻いてたじゃん、バサッと風に乗せてファーッと巻いて、それでも結局自然の方でうまくやってくれるんだよ、水とか風とか光とかさ、あと植物と虫とかの力で。俺はこうやって適当にやって、で彼らにあとはお願いするという形でね、ああいう巻き方で十分なんで、まあ、やってみてください。まあ、決して隣の畑に飛ばないようにだけは気をつけてね。うちは広いからね、隣の畑もクソもないんで大丈夫だけど、まあ、皆さんもねこうやって米ぬか使ってみてください。